<laughs> もっと投げられてると思った。いや、全然、全然だよ。うん。まあ、やってなかったってのもある。まあ、全くやってないわけじゃないけど、ちょっと、休みがちではあったからね。うん。<laughs> いや、助かるわ、マジで。あるよねう当。す、ほんと。ううん、うん、うん。 アイス食べたいな。まあ、買いかないけどね。太るし。めんどくさいし。アイス食いたい。ピノが食べたい。できることならソフトクリームが食べたい。いやーよかったな。宝石箱虹はやばいぞ、これ。6万だよ、投げる方。<laughs> やばいっすね。<laughs> これ多分賞金って2000か3000だよね、これ。まあ、2000か3000でもめっちゃありがたいけどね。花火だって5、6発分ってことでしょ違うか。4、4、6発分でしょちょっと、イベントの説明見てみよう。<laughs> あ、いいね、10回出す。B の8位か。B の8位。あ、え、5000ももらえんのこれ。 こんなもらえんのえ、なんで ?5000 も来るんじゃん。うわ、え、てか B、B で、B だとさ、1位だと5万ももらえんの嘘でしょこんなくれんのあ、わかった。そういうことか。なんかね、今までのイベントと違って、還元率低いのよ、これ。鉱石イベントって、半分以下くらいなんですよ。40多分何パーとかなのよ。 その分、賞金に回してるんだ。今までのって、今までのこの非エントリー性のって、なんか、還元率ね、その50、50%ぐらいはいったんですよね、まとめ買いすれば。で、今回まとめ買いしても多分半分いかないから、うん、半分いかないぐらい。ちょっと還元率悪いのよ、今回の。その分、その、賞金に回してるんだね、その中抜き分今までだったらこれ、たぶん B ランキングだったら多分2、2万5千とかじゃなかった、1位でも。デイリーだと。 今回5万もらえるんだ。1位だと。だから、賞金に回してるんだね。だから8位でも5000もらえるんだけど、マジかよ。こんなもらえるんや。うん。<laughs> そういうことか。なんか、全然なんかイベントの、あの、説明見てなかったからな。そういうことか。なるほどね。 うんんうん。うん <laughs>。2500円。え、5000ってあるよ。え、5000ってあるけどな。えあ、あこれか キラキラ宝石アイテム11月13日は日ごとのランキングの得点が2倍って書いてあるフわっポイント。これを見てたからか。本当だ。本当だ。なんかキラキラ宝石アイテムってか書いてあって、あ、よく見たらこう2倍って書いてあるやつを見たからか。あ、本当だ。2500円だ。ごめんなさい。間違えました。2500、まあまあ2500円でもでかいけどね。花火5発分だからね。ん あ、本当だ、本当だ。なんか、宝石、なんか、運営のお知らせのとこを見てたんだけど、あの、一番こう、新しいやつの宝石ってとことかあったか、あ、これだって思ってみたら、よく、よく見たら2倍デーのやつを書いてた。ほんまや。2500円だね。<laughs> 間違えました。じゃ純粋にいつもより還元率悪いだけか。まあ、悪いって言ってもちょっとだけだけどね。ちょっとだけですけど。 まあ、ほんと数パーセントの次元だけどね。うん。ほんまや。ま、あでも2500でもね、でかいよ。花火5発分だもん。あの、投げられてる方の額で言うとね。投げてる方の額だと2倍っすけど。うん。いや、ありがたいね。うん。<laughs> わ、てか俺、何気にプラチナになってんじゃん。うん、<laughs> なんか今見たらさ、プラチナになってない、うん、なんかランキングのとこ見たら。これあれかな今変わったのかな今の爆投げで変わったのかなあれいつの間にかプラチナになってないいつなったんだろうさっきかな <laughs> なんかさ、ゴール、ゴールドプラスとさ、プラチナ行ったり来たりだね、俺。 <laughs> 行ったり来たりじゃん。あ今なったんだ。うん。うんうえー。<laughs> なんか行ったり来たりだったね。昼はゴールドだった。あじゃあ今なったんだ。えー。こんなリアルタイムですぐ変わるんだね。 <laughs> まあ、リアルタイムっていうか、その日が変わったからかは分かんないけど。うん、<laughs> まあ、一応なんかあの、配信者応援イベントってあるじゃん。まあ、あれは一応参加しといたけどね。なんか、歓迎率高いから、あっちの方が。うん、なんか、あれは確か、プラチナの人はね、エントリーできないらしいんだけど、ただなんかその、参加、 参加をなんか募集してる時点でゴールド以下だった、ゴールドプラス以下だったら参加できるらしいから、だから今プラチナになっても参加できるっていう。花火、なんか応援花火とかだと普通のノーマルの花火よりも50円還元率がいいからね。そうそうそう。還元率が高いから一応参加しといた。13日ぐらいかじゃなかったっけうん。<laughs> まあ、あ本当はスターマインとかの方が全然いいんだけどね。<laughs> スターマインとか招き猫とかの方が。うん、でもスターマインとか招き猫とか全然販売してないからな。うん、<laughs> 月に本当一1回2回とか最近少ないよな。最近2回ぐらいとかしか販売してなくないか。<laughs> 俺がふわっち見てないだけかな。先月って何回販売しましたスターマインとか招き猫みたいな俺がなんか、知ってる限り2回ぐらいだった気がするんだけど。なんか、ちょっと前までさ、その前はなんか、月に3回ぐらい販売してなかったかな。先月2回ぐらいだった気がする。 ま、僕が配信してない時に販売してたのかは知らないですけど。うん。うん。ふわっのか、ふわっての会社は大赤字らしいよ。え、でもさ、その、それ毎年じゃないうんで。実際さ、わかんないじゃん、実際のところどうなってるか、そのシステムっていうか。うん。結局さ、会社が赤字だろうが、 イコール儲かってないってわけでもないというか、あえてその赤字にしてる会社とかもあるから、うん、まあ要するにその税金対策とかのために、なんかそのわざと赤字にする会社とかもあるからね。まあ本当は儲かってるんだけど、実際儲かってないように見せるためというか、まあ、まあ、実際儲かってないように見せるというか、儲かってないんだけど、うん <laughs> そのね、あの、株式会社にはね、なんか決まりがあるんだよね、その、決算表みたいなのを、なんかその、どんだけこ,この年、黒字になりました、赤字になりましたっていうのを公表しなきゃいけないっていう決まりがあって、で、それでそれをなんか毎回それをなんかこう、みんなが見て、まあ毎回毎回赤字なんですけど、毎年。うん。でそこのなんかさ、 内訳がどうなってるか分かんないからね。わざと赤字にしてる可能性もゼロではないのよ。うん。それが何とも言えない。だってさ、本当に死ぬ気で赤字だったらさ、マジで削るとこ削ろうと思ったら、これ N1 とか例えばだけどやるうん。やんなくない <laughs> ?10 月は招き猫1回で、スタンマは9月に販売。あ、やっぱそんなもんか。うん。 あ、じゃあ、何交換ゲーツは先月一回しか販売してない。